はい、ちょっと早めですけども、ポポンプグニャンストリームですということで、まあそれにしてもね、本当に暑くなってきたなっていうかね、こう蒸し暑いですね。まあやっぱりもう6月末っていうか、もう7月っていうこともあって、なんかムシムシしてきて暑いなと思うんですけど、もうほんと熱中症とかね、ほんと気をつけてくださいね。ミンさん、お茶ありがとうございます。熱中症とかね、もうなんて言うんでしょうかね、この人大丈夫なんでしょうか、よう分かりませんけどこれ、まあ、よう分からん人はね、もうちょっと暑いですね。あたたまるさん、ラバーダックさん、クロリンさん、蒸し暑いですよ。あ、コインありがとうございます。明日のためにね、ちょっとコインも、いただけると嬉しいかなっていう。で、なんでこんな時間にっていうかね、なんかツイキャスのなんか収益化っていうのがね、なんか始まったみたいで、一応ちょっとやってみましたということで。ね、真っ黒黒猫さん、コインありがとうございます。どうなるかわかりませんけどね。まあちょっと、なんかちょっとね、リアルコインがいただけそうなものはなんかちょっと手出しとこうかなみたいなね。トールさん、フォーチュンさん、まあちょっと、まあだからね、これ全然気にしてない。いやだから昨日ね、そのこのラッドなんとか問題で、いや僕はなんか全然知らなかったんですけど、今朝そのアウトドアですね、その逮捕された方っていうのがね、 T さんなんですよね。ツイキャスで、いつもやってはった。いやそこにびっくりしたんですよね、そのラッドさんね。そのいやそれ知らなかったんでね、と思って、いつもね、毎週土曜日、大阪駅で、頑張ってはるのにね、大変やなと。でも僕はこの件に関しては、ブログにも書いたんですけど、で、まあ、YouTube でも喋りましたけど、この件に関してはね、やっぱりその、どうなんやっちゅうね、なんかそこまでその、なんていうの？ライブ会場で、その、ライブ会場前で抗議するようなことなのかなっていうのは思いましたね。歌詞に、そうそう。だから歌詞にもね、いやもちろんその、なんていうの、三国の御霊っていうのが問題だと。この T さんたちがね、その、だから抗議やってましたよ。覚醒器使ってね。そのことに関しても、いや、それは問題かもしれへんけども、ただ、その、なんちゅうんですか、それはやっぱり、こう、なんていうのかな、その、ライブ会場前でやることなんかなと、車をね、止めてね。で、その交差点内ですか、その駐車場、駐車っていうかしてですね、ほんで、まあ、警察もいっぱい寄ってきたと。で、まあ、その、事前に、26日に、ライブ会場前で抗議をやりますっていうね、その、予告をツイッターでもしてたわけですよね。いや、それはもう通報されますよと、その、予告してるわけやから、ネットでね。だからそういうことに関しても、やっぱりその、考え、解くべきだったんじゃないかなと、ひよこちゃんコインありがとうございます。って思いますしね。で、その、警察もわーっていっぱい寄ってきて、そのツイキャス見たんですけどね、T さんのね。警察もそのいっぱい寄ってきて、もう、のきなさいと。そっから移動しなさいと言われても、まあ移動せずに横断幕を出してですね、この拡声器で、このラッドなんとかさんにこう、抗議してると。いや、それはね、ほんで、免許証も見せなかったから結局逮捕みたいなね。そういう流れやったみたいですね、あれ。でもツイキャスはほんと生々しいっていうかね、その手錠がかけられるとこまで、その T さんにね、
っていうのをやってましたよ。で、今もずっと残ってるんですよね。うん。で、その T さんも、それ以来、こう、ツイッターとか、ないっていうことは、ひょっとしたら交流されてんのかなと思ったね。うん、風の太陽さん、警察が止めたのに駐車違反。うん。いや、でも移動しなさいって言ってたわけでしょ、あれ。あの、ね、T さんとこのコメントにも書かれてたと思うんですけど、でも警察も散々どっけ言うててどかへんで、そのなんていうんですか、こうずっと粘ってはったような気するんですけどね、あれ見てる間ではね。そうなるとね、やっぱりこう警察だってそうなるんちゃうかっていうね。いや、別に警察を擁護してるわけじゃないですけども、いや、だから速やかにどいたら別に問題がなかったような気するんですけどね。動かせない場合だったのかね。どうなのか、移動できない。でも移動します言うたわけじゃないんでしょ。僕あれ見てて、そのはっきりとはその全部逐一はね覚えてませんけど、その棒読みちゃん、いらんこと書くからしません。だから本当そういうね、なんていうんですかね、警察だって狙い撃ちでそのやって逮捕したろうとかと思って来たわけじゃないけどね、囲まれてたけども、それでのくって言ったら警察も生かそうとしたんちゃいます。どうなんですか、見ててそういう状況じゃなかったんでしょうかね。そのもともと逮捕ありきで警察が寄ってきたのかね、それとも呼んだらもうお咎めなしっていうかですね、そのそういう風な感じでもなかったような気するんですよね。いや、もちろんT さんたちっていうのはその沖縄とかでもいろいろ、まあ大阪駅でもねやってて、マークされてる人たちやと思いますよ。そのもう一人の S さんっていうね、東京でもよく反原発活動とかもやられた方も一緒にいてたしね。で、もともとマークされてた人たちやから、その、なんていうんですか、多分公安とかそういう関係もあったんちゃうかなっていうのは推測はできるんですね、あれ見てるとね。警察いっぱい寄ってきましたが、ほんでテレビカメラ、ビデオカメラで、撮ってる警察も行ってましたからね。いや、でも、その、逮捕ありきで来たのかなっていう、そこはちょっと疑問なんですね。いや、それはわかりませんけどね、その、あったかなかったのかと。でも、だいぶあれ、ツイキャスに残ってるだけでも10分以上は、警察と、言い合いみたいなしてたんですよね。で、その間にそのずっと拡声器で、ラッドなんとかの、歌詞はどうのこうのみたいな、で、抗議してはったんですけど、いや、僕はね、なんかやっぱその抗議のその内容っていうのもね、えらいちょっと僕は飛躍しすぎてのちゃうかなっていう感じで、その歌詞に対してね、その、いや、もちろん抗議する自由っていうのもあると思うんですけど、やっぱその表現の自由っていう問題も考えたらね、やっぱり、こう明確なヘイトスピーチとか、その明確な戦争賛美とかね、そういう歌詞だったらその共感もされると思うんですね。そういう抗議に対してっていうのはね。でもそれがそこまでその三国の御霊っていうその文言を問題にしてはったんですけども、そこまでのその明確な戦争賛美、ああいう攻撃してきた人たちの、言ってた通りに、その共感するのかなっていうね。いうのは思ったんで、いや、どんどん反論書いてもらったらいいと思うんですけど。だって、その、警告、駐車違反、で、免許証は見せてなかったような気するんですよね。いや、もちろんこれも不当逮捕の類だと思うんですけど、でも、一番のこの問題っていうのは、その、ラドなんとかの歌詞が問題にしたいわけでしょ、この人たちっていうのは、T さんとかね。で、それがいつの間にか警察の不当逮捕、うんぬんかんぬんみたいになっていくことってのは、それはどうなのかなっていうのも思いますしね。
交差点の許可、どうなんすかね、これ。いや、僕はね、なんか、ちょっと僕はあれ見てて、全然その共感できませんでしたし、T さんたちのやってることっていうのは、沖縄の問題とかね、そういうことには僕は共感するし、頑張ってほしいなと思うんですけども、でも今回の問題に関しては、どれだけの方がね、共感したのかなっていうのは、すごく、疑問に思うとこはありますね。だからやっぱりその、ああいう、なんていうか、戦争賛美とか愛国ソングみたいなのを採用するフジテレビとか、その、東芝 EMI ですか？レコード会社とかに抗議しに行くとかっていうのはわかるんですけどね。でもその、ライブ会場の前で抗議することに、どこまでのあれがあるのかなっていうね。直接そのラッドなんとかさんに、その抗議文を手渡すとかね。そんなんやったらわかるんですけど、YYC さんお茶ありがとうございます。結果的にファンがドン引き。いや、だからドン引きされてると思うんですよね。だから僕はやっぱね、いや、だからこういう配信とかで、そのラッドなんとかの歌、あの歌詞っていうのがね、いかにこう、戦争賛美でありですね、愛国ソングで、不気味だっていうのを主張してから、で、多くの賛同者を集めてね、あそこに行って抗議するとかって言ったらいいと思うんですけど、でも、なんかみんな集まろうとかって言っても、その、結局、3、4人しか集まってないわけでしょ？それは成功したのかなっていうね。で、結構集まってるのもいつものメンバーの人じゃないですか。この T さんとか S さんにしてもね。それはね、いや、僕はどうなんやろうっていうね。で、あの抗議の仕方に、ドン引きしてる人は多いと思うんですよ。僕もドン引きしてますよ、本当に。そう、日の丸、アブチンさん、日の丸のね、そのラッドなんとかいうの、日の丸っていう歌ですよね、あれもね。いや、そこへのその不気味さっていうのはあると思うんですよ。その愛国心を煽るような、まあ、戦争肯定のようなね、歌に関しては僕もすごく、違和感というか拒否感というのはありますし、そんなもん聞きたくない。フジテレビがなんでその採用したのか、レコード会社もなんで発売したのかっていうのはそれは思うんですけど、まあ、だからといってあの会場の前で抗議するっていうね、その抗議する人たちに対しても僕はドン引きするっていうのは思いますよね。いや、僕は思いましたね。温まる。抗議にはドン引きと。いや、だからやり方やと思うんですよ。やり方の問題じゃないって思う方もいると思うんですけど、僕はやり方の問題だと思うんですよね。その右翼の、その嘘の右翼は違反も取られないと。でもやってることって右翼の凱旋とね、僕はなんか似てるような、気がしたんですよね、あれっていうのね。結果的にその、ああいうの見て、ああいう人たちがこの歌に反対してんのかなって思われるのも、僕はまたね、いや、それは違うよっていうことを言いたくなりましたよね。張さん、若いファンが多いだけに、逆効果かなと。愛国心の何が問題。いや、別に愛国心っていうのは別にあってもいいんですけど、いや、でも気持ち悪いのは気持ち悪いですよ。なんか愛国ソングばっかりでね。まあ、それがやっぱその CD が売れないとか、そういうなんかね、日本すごいみたいなものが、売れたりとかするっていうね、出版とかでもそうですけど、それもやっぱり出版不況だったり、レコードとか CD が売れないとかね、そういう問題もあると思うんですけど、でもそれとその抗議の問題、抗議のやり方の問題っていうのはね、僕は違うと思うんですよね。009の極端な行為は。そうそう。だからこんなんで逮捕されたでしょ。ほんならまたあいつら逮捕された言うて、余計にそのラッドなんとかさんをです、たちのこう正当性っていうのをですね、補強することになっていくんじゃないかと。
いやだからこそ、だからこう、これこれこうだから反対なんだっていうことを、その、明確にしとかないとダメだと思うんですけども、それがなんかね、その、えらい拡大解釈してのちゃうかなっていう、僕は思いましたね。例えばその表現の自由で言うとですね、それはもう、何でもありなわけですよ。その戦争の特攻のね、ゼロ戦で特攻するとかという小説もあればですね、お国のために何とかしようとかという、でもそれは別にいいわけですよね。それがそのダメとか、ヘイトスピーチとかだったらダメなんですけども、表現の自由とかとしては認められてるわけでね、でそれを歌うなとかダメだとかね、っていうのもね、やっぱり僕はちょっとね、それはそれでやりすぎなんちゃうかなってね、オリンピック。そうそう、そういうのもあると思うんですよ。だから今後もこういうのが出てくるかもしれませんよ。日の丸すごいとかね、抗議行きますツイートしといて実際行かずに。だそういうのもあるでしょうしね、その、なんかね、だから結局、その、今回、この逮捕された T さんたちに、が多く同情されたら、それは成功やと思うんだけど、そこまでいかへんようなね、感じがするんですよね。会見、いや、それもちょっと多く、風の音、うるさかったら聞くなっていうね、いう話なんですよ。さっきからずっと、聞いてるくせに風の音うるさいとかね、お前知るかよね、まあいいんですけど。いや、だからそういうのね、本当思いますよ。もっと、共感される運動とか、抗議とかっていうのを、やりはったらいいと思うのにね。だから僕はそのツイッターでそういうこと書くのもいいと思うんですけど、配信とかやってはるんやったら、なんでその、この歌詞に対して、このアーティストに対してね、その反対なのかっていうのをきちんと述べておくと、その抗議活動の前とかにね。だからなんかツイッターでこれだから許せませんと。ほんで、その会場前で拡声器で、いや、これだからダメなんだみたいなね。いや、それじゃあね、やっぱちょっと僕は共感されにくいんじゃないのかなっていう。いや、やっぱこんななんか風に、いや、ちょっとどうなんやろうみたいなね。そういうこう、いや、だからおかしいよねと。なんか戦争を賛美してるような歌詞なんじゃないのとか、例えばこれ聞いてね、傷つく人がいてるみたいな。そういうことを、きちんとこう、述べといてですね。ほんで、抗議しに行くんやったらまだわかるんですけど、これやったらもう、抗議してたっていうのの真意っていうのがよくわからんなっていうかね。あの凱旋が全てやったとしたら、ちょっとそれは拡大解釈なんちゃうかなって、思ってしまうかなっていうね。抗議、キャンドル革命、熟慮してほしいと。相手に落ち着いて来ても、聞いてもらうことが必要と、いや、そうなんですよね。いや、だからあの歌詞はダメだと、戦争賛美だと、いや、それは理解できるんですよね。なんか薄気味悪いと、なんかそのオリンピックとかね、そのワールドカップかなんか知りませんけど、なんかそういうのに乗じて、愛国心をね煽るかのような、そういう歌、ほんでそれを商売にしたいアーティスト、レコード会社だったりね、テレビ局だったり、そこに対しての薄気味悪さっていうのは、感じてる人は多いと思うんですよ。だからそこはね、そこはある、共感されると思うんですよね。なんかおかしいよねっていうね。欧米なら別に、でもやっぱりね、その、なんて言うんでしょうか、この日本の雰囲気っていうのも見つつやらないと共感されないっていうのはあると思うんですね。別に共感されなくてもいいっていう立場かもしれませんけどね、あの人たちっていうのは。でも結局それってさ、なんていうのかな、なんかその運動を狭めていくっていうかね、その運動の範囲を狭めていくっていうかね、愛国心、いや、愛国心煽るのは気持ち悪いですよ。
やっぱりそれを煽っていくと、やっぱりその国のために死にましょうとかね、そういうことにつながっていくんじゃないかっていう気持ち悪さ、っていうのはあると思うんですよね。いや、そこはそう思うと。いや、でもその会場前で抗議っていうのはなんかちょっと違うっていうか、っていうね、っていうのは僕はすごく思いましたね、なんかね。これがなんかね、全然そのツイキャスとかで、見てない人が逮捕されたんやったらね、あれですけど、いや、なんか頑張ってはんのに、せっかく頑張ってはんのにね、まあ、多分その逮捕されたことによって、またその問題が大きくなってね、T さん頑張れとか、そういう流れになっていけば、またいいと思うんですけども、いや、でもそこまでにはならへんのちゃおうかなっていう僕は、感じがしますね。ネットの、ツイッターとかで、割とその、なんていうんですかね、考え方は理解できるけど、なんていうんですかね、こう、どうなんだろうっていう意見の方が、なんか強いかなと思いましたね、抗議するやつが。だから出てきても全然おかしくないと思うんですよ。ただその仕方がね、共感を得られないやり方なんじゃないのかなっていうね。いや、僕なんかどっちかって言ったら共感する方ですからね。ああいうなんかその愛国心みたいな煽るような歌がバンバン出てきて、なんか気持ち悪いなっていうのは思いますもん、ああいうのが出てきて。いや、それやからこそもっとうまいことやったらいいんちゃおうかなっていうね。あんな逮捕までされることもないですしね。本当にもう警察がどけって言ったら、もう、まあ、しゃあなしにもどいてですね、やったらよかったんちゃおうかなっていうのは思いますしね。そのなんか横断幕を出して、そんなにその粘ることなのかなっていうのは思いましたよ。いや、愛国心っていうのはその漠然としすぎてね。ただ今のなんか住んでていいなと思ったら、それも愛国心なんちゃうかなと思いますし、いや、別に日本すごいすごいっていうのが別に愛国心でもないと思いますしね。日本もっとこうしようと、自民党の、政治家悪いこととかね、暴言とか吐いてるのもそれは良くないと、そういうの正していこうってもそれだって、日本を良くしたいということからやと思いますしね。いろいろ漠然としすぎてるんですよね。ただなんかその日本のためにみたいなね、お国のために死にましょうみたいな、なんかそういう流れをなんとなく感じるっていうね。だからその批判する人もいていいと思うんですけど、その批判のね、その仕方っていうのが、別に全くいないわけじゃないんですよね、今回のその歌の件に関しては。むしろ批判してる人が多かったと思うんですよ、これどうなんだろうみたいなね。でもそのただそうかといって会場前で拡声器使って抗議するっていうのはどうなんかなっていう人の方が僕は多いような感じしましたね。ヘイトのなんか活動してるみたいな人たちもなんか霊障してるのはどうかなとかって書いてる人もいてましたけども、だからそういうこと書くっていうことは、霊障してる人がこの歌に批判的な人も今回の、抗議活動と逮捕に関してはですね、割と冷ややかに見てる人が多いから、そういうこと書いてはんのかなっていう感じはしましたけどね。だからやっぱり、いや、本当なんかね、もっとその共感、そうだねみたいなね、そのもっとその多くの人に共感されるために抗議活動とかって僕やってると思うんですよね。自分たちが言いたいことを言えばそれでいいんだみたいな感じでやってるとしたら、それは僕はちょっとどうかなと思いますしね。やっぱりいろんな人にそうだよねって共感されて、やっぱこういうそういうなんか雰囲気、国の雰囲気、世の中の雰囲気変えていこうみたいなね、大きな流れにしていこうってなったら、
支持する人とか賛同する人もなんか増えてくるんじゃないのかなと思うんですけど、でも今回のことで言えば、まあ、このままね、あの人たちちょっとおかしいよねと、うん、でもやっぱりああいう歌はどうなんかなっていうのは思ってる人はね結構いると思うんですけどね、うん、まあちょっとね、なんか全然知らん人やったらよかったんだけど、ツイキャスでも見てただけにね、まあ本当に残念だなとか、今ももし交流されてるとしたら本当になんかこう残念というかね、またその何もずっと黙秘とかしてずっと交流されたりとかするのもちょっと気の毒かなって、あの日はもう自分もどうかと思うけど、うん、その本人のやり方と、うん、まあね、まあほっとかないとっていうか、いやでもね、そのなんていうか、あれはどうかなって思う人が僕は多いと思う、うん、でそこに対してね、そのいや彼らの自由だから別にいいんですけども、いやそれで評価も支持もあんまりされないことっていうのはどうなんだろうっていうね、でせっかくそのこういうラッドなんとかの歌歌詞に関してですね、一定の批判はあるわけですよね、そうなんかこう水さすような感じなんちゃうかなっていう、そうするとやっぱその全くほっといていいのかどうかなっていうね、もうちょっと考えてやりはったらいいんじゃないのかなっていうのは、なんか批判の批判じゃないですけどっていうのは思います。せっかくそのいや火に油というか、でもねやっぱりそのこの問題っていうのは、この問題についてどう思うかっていうのも僕は大切なことだと思うんですよね。やっぱりそのあの歌もおかしいけど T さんたちのやってることっていうのもどうなんだろうっていうね、やっぱりちょっとそれはいかがなものかなっていう、でいや僕はなんていうかね、そういうことを話して盛り上げていけばいいと思うんですよね。あの火に油っていうか、これに対してこう思うと、抗議まではやりすぎだなと、あの会場前でね、でも歌は歌として問題あるんじゃないかと、そのそういうその議論っていうのを盛り上げていくっていうこともこの歌の問題に対するね、なんていうんですかね、一つのこうやり方なんじゃないのかなって。